皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎月やらされます、月刊漫画ランキングトップ20やっていきたいと思います。というわけで、今回先々月5月の作品別漫画売上ランキングというところね、期間の方が1日から28日まで、そのトップ20ですね、紹介していきたいなと思います。すいません、もうね、大変遅くなりましたね。もう今何月だいって話なんですけど、もう実はね、もうすでに6月の売上も出てるんで、なるべく早めにね、ちょっと上げられたなと思うんですけど、5月もね、非常に結果自体面白くてですね、だったらもっと早く上げろって感じなんですけど、申し訳ないです。重々承しております。はい。というところでね、まあ、2023年春アニメですね、非常にビッグタイトル漫画原作多かったですから、まあ、それバーンって売り上げ伸びてる先も非常に多くてですね、大量にランクインしているというところでね、最初から最後までお楽しみ、いただけたら幸いでございます。またね、6月とか、まあ、漫画売り系もなるべくバンバン上げてってね、でその後におすすめ漫画紹介とか漫画研とかもどんどん上げていけたらと思います。よろしくお願いします。というところで、早速ですね、20巻の紹介します。ではまず第20です。20位。昨日何食べたというところね、こちら売り上げが112,971部というところね、最新刊は5月の23日に発売されてますから、その売り上げも大きくですね、まあ、20位というところになってます。これも非常に人気作品ですよね。はい。では次第19位です。19位、ダイヤのエースアクト2というところね、推定売り上げ部数123,357部という、最終巻がね、5月17日に発売されましたから、その売り上げも大きく入ってというところですが、不完全燃焼だわ、ダイヤのエースさん。ねえ、寺島先生。はい、と思いながらなんですけれどもね、まあ、いろいろ事情はあるみたいですが、19位となってます。はい。では、18位です、18位。鬼滅の刃。鬼滅の刃？ああ、刀鍛冶やってたからか。なんでまだ原作売れるのかよくわかんないけど、あれかな、アニメ勢でずっと追ってきた人がもう我慢できんって言って買っちゃうかもしれないですけど、133,732部、最終巻一応売れてるみたいですね。はい。最終巻の発売って何、いつ、2020年でしょ、もう3年前ぐらいね。それでまだ売れてる、すげえなマジで。はい。であと17位、ワンピースというこうね、14,839部、ワンピースの最新刊は3月3日発売なんですけどもね、5月の売上ランキングもしっかり出てくるというさすがですけどもね、ワンピースは最近ね、ギアフィフスのね、2にあの PV なんか出てめちゃくちゃ回って、もう僕が見た時点で400万以上回って、急上昇ランクも1位になったんですけどもね、素晴らしいですけど、ワンピースもっと原作もアニメ面白いというところでね、17位となってます。はい。で、あと16位です。16位。ファブ、ザ、セカンドコンタクト。なんでこんな表情してるか分かりますか、手塚さん。はい、ということでね、まあ、さんざんサブチャンネルとこの前生放送でぶち入れたんで、まあ、あんま言わないですけど、146,995部、2部面白かったですね。2部失速したみたいな人もいますけど、まあ、それちょっと1部が面白すぎてあれなのかなっていうのはね、正直思いながらですけどもね、なんかアニメがね、キーブジャーで出てたんですけども、不安で剥げちまう。16位になってます。で、あと15位です。15位。キービジュアルだけで よかったって、アニメ良かったってなんでかな。はい。で、15位。青の箱というところね。青の箱も熱い。そろそろアニメが発表してくれていいんですよって感じなんですけどね。青の箱最新刊も5月2日発売ですからね。148,708部、売れておりまして、第15位となってます。はい。で、あと14位です。14位。キングダムというところね。149,980部、約15万部売れてます。キングダム最新刊先月発売ですね。その売り上げまだあってかなというところですけどね。キングダム実写第3弾かやりますよね。どうしようかなと思ってて。実は第2弾は映画見に行ったんですけど、第3弾はまあ見れたら見るぐらいでいいかな。はい。で、やつ13位です。13位。呪術廻戦というとね、今でも合住んでいるというこうね、もうアニメが地獄みたいな話やってますけどもね、呪術廻戦は最新刊3月発売ですけどね、さすがの売り上げ153,104部というところでね、13位になってまして、まあ、アニメ化によってね、どれだけ部数が伸びてくるのかまた楽しみなところでございます。で、やつ12位です。12位。チェンソーマンタラバパンパラパンパラタラレン、155,547部、12位というこうね、最新刊の発売自体は4月ですんでね、まあ、その売り上げもあれなんでしょうけども、なんだろうね、まあ、アニメ効果はもう終わってるのかっていう感じですけどね。まあ、やっぱどうしてもね、僕2部読んでて思うんですけど、どうしてもやっぱ1部には及ばねえなっていうか、1部はやっぱすごかったなと思いながら、アニメ2期来ないんですか、来ないんですか。はい、12位となってます。いや、売れてるんじゃないですか。はい、さすがです。で、あと11位です。11位。うるわしの結の月という156,206部、これ売れてますね、山森先生かというところで、5月発売ですけど最新刊、これもアニメ化するんじゃないか、11位となってますね。はい。
王子と呼ばれる男女の不器用な恋だって、少女漫画ですね、これデザートがね。はい、でやってここからトップ7いきます。第10位です。第10位、まさかのあっさり完結、マッシュルが157,872部。第10位、いやびっくりしたよね、アニメに決定って言ってさ、原作もやるんかと思ったらさ、原作もめっちゃあっさり完結するっていう、マジかよなかなかないんじゃない、普通引き伸ばしますけどね。いや、そういう意味では河本先生もね、なんかまあある種いいですよね、こういうのね。やっぱ終わるべきところで終わるっていうのは非常にやっぱ大事なことだなっていうか、やっぱそれで引き伸ばした結果ね、さあ、作者に印税は入るかもしれないけど、話が面白くねえって言ったら、それ本末転倒な感じで正直するんでね。うん、もう普通に考えたらアニメ化まで引き伸ばすと思うんだけど、ちょっとこれ意外でしたね。もう2期、まあ、やるみたいですけど、すぐね、10位と。なってます。はい、マッシュルもね、アニメ効果、まあいろいろありましたけど、配信も非常に人気でした。海外も人気あったしね、配信も、配信じゃない、原作売り上げもあったというところで、まあアニメ化は成功というところなんじゃないでしょうか。はい、では第9位です。第9位、名探偵コナンというところでね、あ、てかマッシュルもそうか、4月発売の最新刊、アニメ効果でめっちゃ売れてますね、だからね。で、名探偵コナンが103巻が4月に発売になってますけど、まあ、159,975部というところで、映画効果な、これはね。黒金のサブマリン面白かったっすよね。100億も突破してね、よかったーと思いながらね、ようやくもう僕もずっと気になってたんよ。100億来ました、100億来ましたって毎回言ってながら、ね、コナンがなんでいかんのやずっと思ってたんでね、嬉しいっすよね。9位になってます。はい、では第8位です。第8位、山田くんとエブリ999の声をする185,300部。第8位、おい、これもね、最新刊4月発売なんですけどね、8位ということで、マッシュルもそうですけど、まあ、やっぱアニメ効果で爆売れをしているというところですね。やっぱ山田くんに関してはね、男女とも非常に見ている人がやっぱ多くてですね、配信人気もね、ランキングも GM さんとか入ってましたけれども、まあ、改めて非常に、海外人気がちょっと落ちてきちゃったのは正直残念でしたけれどもね、国内ではもう間違いなくめちゃくちゃ人気なタイトルだったんじゃないかなと思います。はい。山田くんよかったな、バレたかって。俺も言ってみよう。はい。では、第7位。第7位。地獄楽7位というところね、推定売り上げ数191,930部、第7位でございます。アニメ効果爆発というこれ、ね、やっぱいかに前期タイトルが強かったかっていう、まあ本気はんっていう感じですけど、いかに前期タイトルが強かったかっていうところですね。漫画原作が本当に強くて、地獄楽もね、アニメがどうだとマッパがどうだとかね、この前も呪術廻戦のクオリティを求めてたから地獄楽は低いって言われてたのかとか聞きましたけど、まあ、僕は正直、まあ、呪術廻戦とまで言わないけど、やっぱヴィンランサーぐらいのクオリティが来るかなと思ったんですね。地獄楽はやっぱ PV がすごかったから、くぅ、いや、アニメもっとさ、今呪術ぐらいやってたらもうこれ5位に入ってたで、マジで。もう原作のやるから高いからね、原作ファン的にもなんかもうちょっとモダネス感じたと思うんですけど、まあでもアニメもしっかり終盤面白かったですしね、まあ2期も決まりましたし、原作もこんだけ売れてるというところでね、はい、よかったです、7位となってます。はい、大成功じゃないですか、海外人気も上がったしな。いや、でも2期来るとは思わなかったんでびっくりしたね、これね。はい、では第6位です。第6位、東京リベンジャーズ、199,136部。第6位、東リベはなんでこんな売れてんだ、最新刊が1月、最新刊が最終刊が1月17、え、なんとか売れてんの、トークリベンジャーズ。え、なんだ、アニメ2期、あれ冬アニメ、冬アニメだよね、トークリベンジャーズの2期って。え、なんとか売れてるんやろ、なんかよくわかんない、すごいっす。はい、6位なんかあったんかな、実写映画やったからかな、実写映画効果か。第6位になってます。はい、では第5位です。第5位、スパイファミリー、226,225部。第5位でございます。スパイファミリー、さすがやな。4月4日の最新刊、先月発売だったんですけど、先月が1位だったかな。スパイファミリー確か100万部以上売れてて、相変わらずバグ売れしてんなと思ったんですけどね、前回116万部から売れてね、1位だったんですけど、まあ、今回まだまだ売れて5位となってますね、おめでとうございます。はい、今回そういう意味ではちょっとレベル感低いですね、全体的にね。はい、では第4位です。第4位、スラムダンク257,190部。第4位でございます。スラムダンクは売れすぎじゃね、講習もね、なんだっけ、なんか超えそうな、100億が超えて、なんか、鈴江落とし前からなんかワンチャン超えるみたいな聞いたっすけどね。なんかついに8月か4月かなんか収益するらしいですけど。スラムダンク前回7位だったのか。前回28万部すごいな。とっくに関係したの、映画効果とかでまだずっと毎月20万部以上売れてんだ。化け物すぎん、これ、ちょっと。すごいな。4位と。やっぱ映画続編とか作られるかもしれないよ、これね。はい。では第3位、第3位。転生したらスライムだった件コミカライズが474,500、売れすぎやろ、やべえな、テンスラ。さすがですね。なんかアニメまたやるみたいですけどね。テンスラが、何これ、何チャンス前だな。
最新刊5月ですね、発売の最新刊の売りがっつりありまして、約50万部で売れましたというところで第3位でございます。おめでとうございます。はい。さすが売り上げと。では、第2位です。第2位。ブルーロック来ました。73万1107部、第2位でございます。ブルーロックはね、最新刊5月に発売ありましたから、そこの売り上げもあり、まだね、多分冬アニメ効果も続いてたのかなって思いますね、5月に関しても。すごいよね、これ、売れすぎやろ、ブルーロックもね。まあ、原作めちゃ面白いですからね。そうか、でも4月なんて76万部アニメ効果はまあ残ってたんでしょうけどね、売れてたっていうところで、ブルーロックはね、まあ最新刊の売り上げも含めてですけど、まだまだ売れまくってます。第2位というところに、ね、なってます。原作もねめちゃくちゃ面白いですし、アニメ2期もね、映画もね非常に楽しみですよね。はい、では優待1位発表していきます。アニメ効果で爆売れしまくったアニメの中で、これが最も売れた第1位、推しの子82万912部、第10位。いやー、強いなー。もう本当に推しの子フィーバーだった、春アニメ。もう推しの子あまりに一強すぎて、パワーバランスが崩れてるんじゃないかとまで言ったねー。で、春アニメでしたけど、本当新作としては推しの子はめちゃくちゃ強くて、配信も鬼滅に迫る勢い、海外人気も一番載ってるサイトも非常に多くあり、原作も売れまくり、音楽も売れまくり、はい、もう大ヒット、爆裂ヒットをかました推しの子が、約80万部売れまして、第1位でございます。おめでとうございます。先月もね、かなり売れてましたよね。っていう、なんか、先月はどうだったっけな。先月は68万部売れてたんですけど、推しの子はね、最近最新刊が出たんで、だから全然最新刊出てなかったね。12巻出たのが7月19日だから、11巻出たのが3月17日に最新刊出たのが、だから全然最新刊売れ関係なく、期間だけで売れまくってこれっていう。化け物すぎ。はい、というこうね、もう凄まじいアニメ効果が、発揮されてね、いやもうほんと何よりだなというのをね、思いましたし、まあそれにもう違わぬ素晴らしい、凄まじすぎる、クオリティだったなというのを思いましたね。堂々の、ついに第1位、かけでございます。おめでとうございます。はい、という感じで、今回の先月ですね、5月の漫画売りランキング作品別トップ20の紹介は以上となります。今週からでも次ね、皆さん、コーナーに対する感想、ご意見とかもまたね、コメントいただけますと嬉しいし、皆さんなんか紹介したので、まあこれ全部僕大体知ってる、あ、ブルラシの読み継ぎぐらいが読んでないのはね、またなんかね、これ面白いよねとかあったら、またね、コメントいただけたら幸いです。はい、またね、ボツでも見ましたけども、引き続きどんどんね、漫画売り経験動画も上げていきますね。ぜひこれにチャンネル登録、声をね、しますと大変嬉しいです。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。